で、超ビジュアバーになってちゃう。いいじゃん、ちょっとちょい悪な感じで。ごめん、これ東京ちさちゃん最高かよ。あ、これニューヨークで撮ったんじゃない？おーな、あの防犯カメラニューヨーク結構多いんですけど、カナのアングルだよね、上からのショットで。ジャケット脱いでそれ持ってるのよ。いや、いいね、このフィルムロックな作品ね。すごい90年代の衣装できたね。 I don't want no scrub っていうのはすごいヘマをする人、二重否定でドンとノーウェアが入ってて、私からの愛を一切受け取れないような男ってのがスクラブってことよって。いやー、めちゃくちゃメイクも可愛いよ。Hi guys, welcome back to my channel. コニーです。内で美容ユーター、モーションデザイナーをしているクリエイターコニーです。今日は XCBOX、シャープファイルですね。XCB クラブということで、今回ボーカルの3人、ひなたちゃん、ジュリアちゃん、ちさちゃんの3人が、ラップですね。あの、210s Nothing に続いてのこちらの FOX ということで、めちゃくちゃ楽しみなんだけれども、まあ、ボーカルこのね、3人がいてこその XG ということで、どんな作品を、カバーを見せてくれるのかということなんですけれども、まあ、まず誰が何をやるかということなので、最初ちょっと、あの、把握しておくと、ひなたちゃんが、クリスさんのバッドフィーチャリングウーズかな、ジュリアちゃんが Shape My Heart 宇多田ヒカルさんの曲だねのリミックスを歌うっていう感じ。うわ、日本人勢としてはめちゃくちゃ嬉しくて、ちさちゃんはマイケル・ジャクソンの Rock With You、全員で最後歌うのは TLC ね。 TLC 好きって何回も言ってたんですよね、インタビューとかで。海外のの、No Scrubs っていう感じの楽曲ですね。はい、では再生と。マジで超ビジュアバーになってちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って、すごい夜景のロケーションで来るんだね今回ね。韓国のさ What I feel for you、 英語の訳もちょっと入れてこうかな。あなたに感じてる私の気持ちみたいな。Drink a little too late、 めちゃくちゃあの夜中すごくいっぱいお酒飲んじゃって。いやー、ピンク髪なんだけど。いやー、トリリンガルなのね。トリリンガルだよね、やっぱり。そうだよね、全員ね。なるほどなるほど、すごいね、すごい綺麗な歌声ですよ。Lost all of me、 もうすべ私のすべてをなくしてしまって。I am honestly、 あ、ぶっちゃけ私はベイビーって、恋人のことベイビーって言うんだけど。なんかこんなおしゃれな、いやすごいね、ひなたちゃんの、ひなたちゃんのこういう感じの楽曲初めて聞いたかもしれない。なんかこの映像もさ、フィルムルックでいいよね。だからワンロケーションなんだけども、歩いてもらったり、このあのレーンにさ横たわってるショットと組み合わせていいね。夜景のひなたちゃんでピンク髪で、ライティングも結構前から入れてたりとかして、すごい綺麗だよね、ビジュー。わお、結構韓国語ヘビーだね。韓国語の曲だもんね。いやー、で英語の歌詞が来るといいじゃん。ちょっとちょい悪な感じで、でもすごい R&B っぽい感じだよね、グルーヴ感。Where you and I were so bad、 もうなんか二人で悪ふざけしてて、 You and I were so bad、 うん、なんかいいね、ちょっとちょい悪な感じで。で、バックウェズで歩いていくのね、後ろ向きに歩いていくのね、こういう感じで。それを撮ると、いや、ワンロケーションなんだけどさ、 XC の多分プロダクションの方はすごく考えてるよね、見せ方ね、いいよね。スタイリングも可愛いんだけどさ、 T シャツもめっちゃ Y2K で、この J のネックレスで、後ろなんかちょっとお人形さんついてるのかな、リュック。こういうスタイリングいいよね、最近の XG のすごい Y2K な、素敵です。はじまって、や、何々しないでってやつでしょ、韓国語で。
いやー、美女だね。もう、ひなたちゃんの美女とこの綺麗なボーカルがめちゃくちゃ、最高にマッチした。で、夜の韓国の、まあ、ハンガンとかそこら辺かな、韓国のソウルの川の上のブリッジで、橋で、この見せ方、素晴らしい。で、まあ、結構ノイズ乗せてて、結構日本の MV でも、宇多田ヒカルさんとかこれから出てくると思うけど、MV でも多いです。こういうノイズ感のある夜景のロケーションで撮っていくスタイル。後ろに向かって歩いてもらったり、前に向かって歩いてもらったりを追従して撮るタイプの MV だね。いいね、ひなたちゃん。姫。もうさ、ひなたちゃんって言えばさ、マスカラだからさ、もう、こういうのもいいよね、やっぱりね。うん。いや、すごいの来たね。ヒカル様、宇多田ヒカルさん。え、これ、東京で撮ったんじゃない？違うかな？すごい渋谷のバイブスを感じるよ。いやー、ジュリアちゃん行こう。レッツゴー。カチャあ。エッジボイスすごい。すごい感情乗ってて吐かないんだけど。てか、やばいね。日本語さ。XG がさ、ゴリゴリ日本語の歌歌うのってさ、なかなかないからさ、新鮮なんだけど、やばくない？またスタイリングもいいし。綺麗。本当にジェリアちゃん綺麗。ごめん、これ東京、多分日本で撮ったよね。なんかこの新宿渋谷バイブスがすごいんだけど。いや、ソウルな感じしないね。でもソウルだよね、きっとね。これもすごいノイズ乗せてるよね。やっぱ映像のルックスという感じ。フィルムルックにしてて。もう結構暗いと思う。うん、かなり暗くて、ライティングも最低限でやってるから、多分ソニーのカメラだよね。これだけ綺麗に撮れてるってことは。で、あえてノイズを乗っけてるね。うん、普通にいいルックスが、スタイルが。いやー、アイシャドウ超可愛いね。後ろからタクシー来ちゃう。タクシー来ちゃう。こういうの困るんだよ、撮影の時。いやー、綺麗。上の音綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。うわ、やっぱ綺麗。やっぱ綺麗。なんか XG のさ、高音の、ね、ジュリアちゃんとさ、ツサちゃんってさ、あんまりきつくない。すごい、R&B ヒップホップにもめちゃくちゃバッチリあったさ、高音じゃないですか。綺麗。聞いてて、なんか心地いい高音なのよね。なんか、あんまり。やっぱ東京で撮ってるわ。やばい、この子。天才。天才じゃない結構焼き鳥屋さんとかの看板でもジュリアさんだからおしゃれに見えちゃうっていうこの世界線東京がニューヨークに感じちゃう。ほんとジュリアちゃんの歌声。いうん、ここら辺の英語の歌詞あるんだね。Sometimes in life、 まあ人生のある時、あなたはもううちらの喧嘩終わったっていう風に感じてるかもしれないけど、みたいな。なんか壁に書かれた、It seems as though the writing is on the wall。 なんか壁に書かれた歌詞みたいな感じがしてしまうんだよね、みたいな。スーパースター、あなたはついにやってくれた。 Picture becomes tainted。絵がこう、なんか怪我されていってしまう、色あせてしまう、テインチェ。登って、降りて。すごい、やっぱ、いや、宇多田ヒカル先輩の歌をこれだけガッチリ歌えちゃうのすごいよね。いや、日本語のジュリアさん好き。やばい。うますぎる。起きて沈んでいて。 Rise and fall。 I never used to be a troublemaker。 もうトラブルメーカーっていうのはもう常にトラブルを起こしちゃうような、問題児的な感じかな。まあ一度も私はもう問題児ではなかったんだけど、みたいな振り返ってて。
Now I don't even want to please the fans. もう、うちの自分のファンを別に、喜ばせたいなんて別に今はもう思ってないわ、みたいな。かっこいいセリフだね。Now I don't even want to please the fans. The autographs, autographs っていうのはサインのことですね。So, the autograph, no interviews. まあ、アーティストの、まあ、サインするじゃないですか、ファンに。もう、サインもしたくない。インタビューも受けたくない。写真も撮らないで、みたいな。もうちょっとあれよね、レディーガガみたいな感じだね。ジャスティン・ビーバーか言うなら、ジャスティンの一時期ちょっとやさぐれてた時期あったから、そういう感じだね。Endless demands, not endless demands. もう需要がだんだんと少なくなってきている。Less demands ですね。かっこいい。渋谷&ジュリア様&宇多田ヒカルカバー、ヤバミザワだろ。来た来た、この曲大好きだよ。これマイケルだよね。ちさちゃん好きそう、こういう曲。あ、これニューヨークで撮ったんじゃない？めっちゃやばい。てかさ、レフトライトの時のさ、アイシャドウ思い出す。イエローとブルーのやつ。めっちゃスタイリング好き。ロック T シャツだし。Girl, close your eyes, 目を閉じて。なんかリズムに身を任せて、でもリズムがあなたにこう入ってくるような流れに身を任せて。てかすごいキラキラ光ってんだけど、このエフェクトはいいね、この映像。だからフィルムルックなんだけど、シューティングスターでもアクセサリーがMV で光ってたじゃないですか。まあ、あれエフェクトをかけることによって、こうやってガラスの反射とか光るようにできるんだけど、それをここでもやってるね。すごいね。で、結構サチュレーション高め、だからグリーンとかここら辺のレッドがすごい彩度高めにしてるね。うん。ニューヨーク感。Don't try to fight it. 戦おうとしないで、みたいな。いやー、綺麗な高音だね。あなたができることは何もないわ。Ain't っていうのは、There aren't, are not, there aren't, there aren't, ain't ですね。Nothing you can do. まあ、ここら辺はやっぱさすがだよね。綺麗な発音。マインドをリラックスさせて、relax your mind。レイバックっていうのはもうもたれかかってるような感じで、後ろにこうリラックスして座って、私とこのグルーヴを感じてみたいな。熱を感じて、ヒートを感じて。ブギーってこういう感じだよね。Rock with you all night. 最高かよ、ちさちゃん最高かよ。Emma, tinkle with mine, feel the heat.まあ、feel the heat ね、もうヒートを感じて、もうこの熱い感じのホットなフィーリングを感じて、私と一緒に、ride the boogie、ブギー、もうなんかこのバイブスを感じて、もう盛り上がろうぜっていう感じだね。うん。愛のビートを一緒にシェアしようっていう。あ、いいね。この曲大好きだよ、自分も。Fuck with you.We're gonna rock the night away. We're going to rock the night away. もうなんかぶちかまして、もう夜通しぶちかまそうでみたいな。Rock the night away. Away っていうのはもう夜がこう遠くに遠くの方に行っていくっていうイメージ。もう一晩中っていう感じかな。うん。素敵な曲なんです、この曲。いいね。いいね。ニューヨークで撮ったね。これもしかしてヘルネクワーズの時？違うよね。さすがにそこまでスケジュール感タイトじゃないか。いいじゃん。いいじゃん。こことか、CCTV カメラ、防犯カメラ、ニューヨーク結構多いんですけど、そこのからのアングルだよね。上からのショット。で、ジャケット脱いで、それ持ってるのよ。いや、いいね。このフィルムルックな作品ね。
で、誰え、誰じゃなくて3人来るのね、ノースクラブス。ノースクラブスは、あの、TLC だよね、TLC さん。はい。え、なんかロンドンっぽくていいね、ニューヨークだね。あ、知ってるこの曲。あ、この曲めっちゃ知ってる。いや、スタイリングかわいい。3色で来るのね。What's your number, snow?すごいやっぱりおしゃれだね、ジュリア様が歌うとね。ロンドンっぽい、ニューヨークだね。あなたの電話番号はなんて欲しくないわ。 I don't want your number, no. すごいエッジボイスがすごい。 I don't wanna give you mine and no、 あなたに私の番号なんてあげたくないんだよっていうの。あなたになんて別にどこにでもどこでも会いたくないわって、まあ、二重否定で Don't と Nowhere が入ってて、まあ、ここら辺はさすがだよね、アメリカの曲おしゃれだよね。 I don't want none of your time, none of your time、 もうあなたの時間別なのに欲しくないわって、結構フェミニストな感じの曲だったよねこれ確か。はい、 XC らしくていいね。もう超なんかニューヨークセックスインザシティを思い出す。A scrub is a guy that can get no love for me. スクラブっていうのはもう、あの、誰も私から愛を、もう愛なんてもらえないような男のことですっていう感じの話ですみたいな。Hanging out the passenger side. 助手席に座って、あの、すごくハンギングがチルしてる。助手席でチルしてる。Oh, his best friend's ride. 親友の、あの、運転の助手席でチルしてる。 Trying to holler at me、 私に怒鳴ろうとしてるみたいな感じだね、 Holler at me。 ピンクのフォント可愛い。てかもうさ、めっちゃスタイリングいいんだけどさ、この3色でこのなんかバイブスよね。で、編み込みで三つ編みでこの色の、てかアイシャドウの色とかもうすごいおしゃれ、スタイリングが。I don't want no scrub っていうのはすごいヘマをする人、ゲーム英語でゲームとかがすごい下手な人っていう意味の単語で派生したんだけど、ちょっとヘマをするようなダメ男っていう感じかな、ここでは。だから A scrub is a guy that can get no love for me、 私からの愛を一切受け取れないような男ってのがスクラブってことよっていう。やばい、この3人ビジもすごいしおしゃれだし。うわー、すごい、この3人すごい。ちさちゃんのハモリがやばい。てかさ、本当にあのアメリカのインタビューでも結構あの言われてたんだけど、もう XC はスタイリングが毎回いいよねみたいな、どういうとこであのインスピレーションを受けてるのみたいな感じで、確かあのジュリンちゃんかなが90年代のこのファッションとかインスピレーション受けててみたいな感じで言ってて、ヒップホップとかすごいよね。いや、綺麗すぎる。いや、コーン綺麗すぎる。ビジもやばすぎる。いや、メイクもすごいいいよね。だからアイシャドウがまさかの、あの、グリーンと、ブルー&イエロー。ここ。いや、めちゃくちゃメイクも可愛いよ。ニューヨークのさ、ビルの屋上で。で、こういうめちゃくちゃ画質の悪いビデオカメラのショットとかも流行ってるんだけど、最近。ルセラとかの MV でも使われてたりする。ここら辺入れてくるよね。XCUE Club だって。いや、めちゃくちゃおしゃれでした。というか皆さん誰がいいですか。個人的に一番好きなのがこの曲なんで、ロックイズユーサちゃんの。でもまさかの渋谷のジュリア様、宇多田ヒカルを完全にもうなんかジュリア様の世界に持って、でやっぱりこれ韓国で撮ったであろう、
日向様のバッドだよね。もうここら辺はすごい韓国語の歌詞ヘビーなんだけど、韓国語歌詞多めなんだけど、めちゃくちゃそれも良くて、ピンク髪でカラコン日向様のビジュアマミ様なんだよね、本当にということで全部良かったね。はい、皆さんの曲でぜひ一番好きな曲教えていただきたいですけど、XC はね、ラップも Two Tens Nothing のリアクションもしてますし、あとね、今回ね、ボーカルの3人の作品 XC We Club 見てみましたけども、これね、リアクション分析、解説面白いなと思ったら、ぜひいいねボタンのクリックとチャンネル登録の方もお忘れなくお願いいたしますということでね、カムマが多分7月か8月あたりに来るのかなと予想されてますけども、皆さんどういう系の曲期待してるんでしょうかというのもコメントいただけると嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. ということで